蘭育次郎黒い東京地図尾行する二人初秋の高い青空が今茜に染まりかけていたあんなにしのぎがたく思われた暑さも九月の声を聞く夕暮れともなると さすがにいずこからともない鈴風が薄い夏服を通して快く身にしみてくるそれにその日はちょうど土曜日であったせいか黄昏の銀座はなかなかの人出だったよくもまあこんなにたくさんな人間がと思われるほどどこから来てどこへ行くのかひっきりなしの人通りが続いていたその中で大村正雄は さっきから指定通りの松屋の前に突っ立ったまま腐りきっていたのである大体いい松屋の前で6時になどとあっさり指定した親父がけしからんと口の中でもう一遍憤慨したいずれにしても人と待ち合わせるのにどこどこの前でなどというのはまずい突発的な支障が起こっても電話はダメだし知らせる方法はなし それじゃあ相手をいつまでもそこに立ちんぼうにさせておかなければならないではないか。幾分せっかちな大村は今日もちゃんと6時10分前にここに来た。それからもうそろそろ6時半になろうとしているのだから40分も待ったわけだ。もっともそのうち6時までの10分間はまあいいとしてもそのあとの30分間は全然署長。親父の責任である。 面白くもないが大村をそんなに憤慨させたのは時間のせいばかりではなかったそのひっきりなしの人通りの連中が大抵一度はそこでデクノボのように突っ立っている大村の顔を流し見ていくのである中にはご丁寧にじろりと見たり似たりと笑ったりしていくやつがあったりして全くもっていい見せ物である それが不愉快だった六時十五分すぎくらいの頃はそいつらをいちいちにらみ返してやったのだがとても多勢に無勢で目が疲れてやりきれないだから六時半を過ぎた大村正雄はげんなりとして腐りきっていたのであるバカにしてやがるもう帰ろうかと思った時だったまた あの奇妙な二人が人混みの中に混じって歩いてきたそれはこの松屋の前に大村がぼんやりと立ち始めてからつまりそれからの40分の間にこれで3度目の通りであった時間から考えるとこの東側の通りを尾張町の交差点を越えて7丁目あたりまで行きそれからまた西側を戻って一回りしてくるものらしかったどうしても なぜまた小一時間にもわたって銀座通りをぐる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 と行ったり来たりしているのであろうまたそれにも増して奇妙なのはその2人の様子であった先に立って歩いているのは18区の少女それがまた並々ならぬ美少女なのだこの激しい人通りの中で2度目に回ってきた時すぐおやっと気づいたくらいなのだから 最初の印象が相当はっきりしていたわけであるその細かい花のチラシ模様のワンピースを置きすらりと伸びた格好のいい絹の足で酔いのペーブメントを滑っていく後ろ姿は若い大村正雄の目を中二分に引く美しさを持っていたしかもその美少女だけでも十分印象的なのにそのまた後ろから二軒ぐらいの間を置いて中年の 頬骨の出た男が影のようについているのである2軒ぐらいの間を置いてそれ以上近寄ろうとするでもなしまた離れようともしないのである最初の時は連れかどうかわからなかったけれど2回目の時もそのままであり第3回目に回ってきた今もまだそのままであったこの妙な追いかけっこで銀座通りをくるぐる回っているらしい。 男の方は時々鋭い視線で彼女の後ろ姿を確かめてはまた首をすくめて人混みの中を分けていくどうやら尾行をしている様子である大村が気づいてからもすでに3回目なのだからあるいはその前からぐるぐるやっているのかもしれないそう思っているうちに第3回目の彼女がぼんやりしている大村をぐいっと押しのけるようにして行き過ぎた 思わずよろめいた大村がほうほぉとつぶやいたがその時例の男が額と鼻頭に泡粒のような汗を浮かべ脇目も振らずに行きすぎたこの男はつけるのが下手なのかそれともぐるぐる回ったせいか相当息切れがしているようであるほぉ<う>奇妙な二人を見送った大村が 煙草をつけようとポケットに手を入れた時だった何か思いがけないものが手に触れたおやと思って引っ張り出してみると一体いつ入れられたのか真っ白い角封筒がしかも宛名のない代わり相当分厚なものがちゃんとポケットに入っていたぎょっとした大村は慌てて辺りを見回したけれどすぐ思い当たったように 例の妙な男の後を見え隠れにつけていったのであるまかれた男真っ先に軽いシルクのワンピースを装った美少女その後から中年の頬骨の出た痩せぎすの男その後から薄茶色のポーラー服を着た大村正雄 この奇妙な三人尾行が宵の伝職まばゆい人混みの銀座通りをまるで何か見えない糸に結ばれたもののようにつながっていったちょっと見ると3人とも全然別々に日暮れ時の散歩を楽しんでいる万歩者のように見えたかもしれないがしかし少なくとも真ん中の男と今加わった大村とは少しの油断もなく。 ともすれば人混みの中に見失いそうな先の人影に絶えず注意を払って歩いていたやがて先頭の少女は尾張町の交差点まで来ると急にそれを横切って日比谷の方に向かい出したあとの2人がそれに従ったのはもちろんであるがこの時例の中年の男がちょっと慌てたような格好を見せたことから想像すると きっと彼女の行動がこの男の想像を裏切ったからに違いないつまり今までは何回となくぐるぐる銀座通りを回っていたのに突然今度は日比谷の方に歩き出したからであろうなぜ彼女は今度に限って道を変えたのかそれは大村正男にはおぼろげながら想像ができた彼女は用事が済んだからなのだ つまり大村正雄に手紙を渡してしまったからなのだ大村はタバコをつけようとしてポケットの中から思いがけない手紙を引っ張り出した途端にさっき彼女がぐいとばかり失業以上に彼を押しのけていったことを思い出したその時にこの手紙がポケットに押し込められたに違いないとすると。 しかし大村にはこんな妙なややっこしいことをして手紙を渡される覚えはないし第一全然見知らぬ顔であるただ彼は湧き上がるような好奇心を覚えて惹かれるように後をつけ始めたわけなのだそう思ってついていくうちに彼女はさも用事を済ましてほっとしたとでも言うように向こう側に渡ってスタスタと歩いていたが スキヤ橋まで来ると何を思ったのかちょうど発車しかけていた新宿行きのバスにあっという間に飛び乗ってしまったのだあっと思ったのは大村ばかりではない例の中年の男は大村以上に慌てて駆け出したけれど一足違いでバスはバーッと濃い排気を吐いて出てしまったと見た大村は幸い身近にいたタクシーの扉を叩くと あのバスをつけてくれ。バスの停車場にポカンとしている男の姿が後ろの窓からちらりと見えた俗に言うトンビに油揚げをさらわれたそのままの格好であった大村はにやりと笑い改めてクッションに腰をかけ直し先方のバスの窓越しに彼女の後ろ姿を確かめながらポケットから白い角封筒を出して もう一度ゆっくり見直した。やはりいくら見ても、アテナも差し出し人の名もまるでない真っ白い格風筒で、ただしっとりとした重みだけがある。彼は注意深くその風をきりにかかった。疑問の手紙。大村正夫は。 東洋探偵事務所の書員だった東洋探偵事務所というといかにももっともらしく聞こえるけれどそこは所長の竹川修法とたった2人きりの事務所なのだ同期に卒業した連中はみんな銀行会社に就職して落ち着いてしまったのに大村一人は別に勤めようとするでもなく23年ぶらぶらしていたかと思うと突然。 探偵事務所に入所したという通知状を出して同級生たちをあぜんとさせたけれども大村にしてみればそれはそれだけの理由のあることで素晴らしい探偵小説を書こうと決心した彼はまず実際の事件に1つや2つは触れてみなくてはと考えたからであった実際の事件に触れるのも警察官となる手や新聞の社会部記者となる手やいろいろとあるだろうけれど どうせ腰掛けのつもりなのだし一番手っ取り早く事件にぶつかれるという点からわざわざ小さい探偵事務所を選んだわけだったところがいざ入ってみると探偵事務所というものは話に聞くそれとは違って事件よりも家出人の捜索とか縁談の身元調べのようなつまらん仕事の方がむしろ主なものでセンセーショナルな殺人事件などにはなかなかぶつかりそうもなかった が昨日になってやっと事件らしい事件の手配があったそれは殺人事件ではないが今東京上野の博物館で特別陳列している Z 国美術展でそのうちでもピカイチと言われている Z 国の国宝名がゆうべの祈りが」がいつの間にか巧妙極まるイミテーションとすり替えられている とということが発見された事件なのである。もちろん新聞記事は差し止めにされているしその模写があまりに巧妙なのと厚いガラス越しに陳列されてあるのとで普通の入場者にはちょっとわからぬのを幸いにかえってその呼び物名画を撤回して疑問を起こさせない用心に今までどおり偽物を転換はしてあるものの当局者の方では老狽その極みに達しているありさまだった。 々 Z 国でも国外持ち出しを渋っていたのを無理に借用したもので「海に渡る」についての保険料だけが数百万円という話題を生んだ名画だけにそれがいかに似ているとはいえ句にもつかない模造品とすり替えられたとあっては面目どころか面倒な国際問題を引き起こさないとは誰一人として断言することができない困った事件なのだ。 たたった一つ残された方法はあと5日間ある期間中に何とかして本物を取り戻し偽物と置き換えておくより仕方がなかった5日間の会期が過ぎれば出品物は全部 Z 国の大使館に保管されることになっているそうすれば偽物が発見されないはずはない昨日から全警察力はこの問題に集中されていると言ってよかった 東洋探偵事務所でも親父の竹川修法は昨日からその事件で事務所を飛び出したきりまるで音沙汰がなかったのだけれどそれがやっと電話で大村に「6時に銀座の松山で来てくれ」という連絡がついさっきあったばかりでそれで大村は40分にもわたって銀座通りで立ちんぼをし腐っていたわけであった。 しかもその親父の電話の誤長から押せばどうせろくな結果ではないらしくまあ飯でも食おうといった調子であったしそれに奇妙な美少女から投げ込まれた角封筒の方に一層の好奇心を惹かれ躊躇なく尾行を始めたわけなのである彼女を乗せたバスはお堀端の淡々たる道を半蔵門の方に走っていた 大村は通行するタクシーの中で思い切って核封筒の封を切った注意深く中身を引っ張り出した大村は背負い投げを食ったようにあぜんとしてしまったのだ奇怪な文字のいっぱいに書かれた手紙を想像していた彼は思わず目をこすってもう一度それを見直したしかしそれはどう見てもいかに裏返してみても 何の変哲もない今日の帝都新報の長官なのだ疑問の封筒から出たのは何のおまじないか新聞紙が1枚たったそれっきりだったその他には髪の毛1本入っていないうーん彼は砂糖と間違えて鳥を舐めたような複雑な顔をしてバスの尻を睨んだ がまもなくバスが麹町通りに止まると彼女が降りたのに気づいてちょっとやり過ごしてから彼も車を捨てたただのいたずらにしてはあまりに念が入りすぎているだらだら坂を屋敷町の方に降りていく彼女の後を見え隠れについていきながら大村はもういっぺん胸の中でそうつぶやいただが彼女は 自分が尾行されていようとは全く知らないらしく一度も振り返ろうともしないそして5分ばかりも歩いたであろうか左右とも高層な屋敷を囲むコンクリートの塀の延々と続く道にハイヒールの音を響かせて歩いていたがやがてその一角が切れて石の門のところまで来るとそこに吸い込まれるように姿を消した暮れだすと早い日は もうとっぷりと落ちてしらじらとした街灯の光の中にその石の門の表札が古田とかろうじて読めた大村はしばらくその門のところで耳を澄ましていたがついに意を決して音のしないように注意しながら植え込みの間を縫っている敷石伝いに忍んでいった。 椅ほの,中の男暗い光の中に突き当たりの玄関が見えたそこで大村はもう一度立ち止まってよく耳を澄ましてみたが相変わらず辺りはしんかとして物音一つ聞こえなかった時折麹町通りを走る自動車の警笛がかすかな風に乗って漂うばかりであった 東京の町の中心にありながら典型的な屋敷町であるこの辺りは真夜中のように静まり返っているのであるたった今しがたこの門をくぐった彼女は一体どこへ行ってしまったのか語りとも音をさせないのだ大村はしばらくそこでためらっていたが「どうせここまで来たついでだ」というようにその玄関の右手に回って 光を投げている洋館の窓の下に行ってみた背の低い植え込みを音のしないようにまたいでそーっと覗き込んでみるとその部屋は八畳ばかりの応接間兼書斎といったものらしく左手のつまり玄関に通ずる方の壁は出入りのドアのところだけを残して作り付けの書架になっているぎっしりと並んだ書物の背が 明るい伝統の光の中につやつやしく照り写っているのがまず目を引いたそして突き当たりの壁にも母屋の方に通じるらしいドアが見えその他の壁には23点の油絵がつってあった部屋の真ん中にはテーブルと数脚の椅子左手の片隅には大型のデスクと回転椅子ここまで見てきた大村の目は ひょっとしてそこに固定してしまったそのデスクの前の回転椅子の中に一人の男がいるのだ全く思いがけない人影を見て大村はドキッとしたがどうやらその男は居眠りをしているらしいまるで身動きもしないのだそれで今まで気づかなかったのか。 と思い当たった慌てて窓から首を引っ込めた大村はまたそーっと頭を上げてもういっぺんその男を観察した黒っぽい着物を着てなかなかかっ腹のいいその男はこの家の主人かもしれない右手を胸の辺りに置いて左手は回転椅子の外にだランと垂れ肉のついた顎を無理に首筋に折り込むようにして 左のスリッパは足元にあったが、右のスリッパは遠くデスクの下に飛んでいた。なんかこう、居眠りにしてはあまりにぎこちない寝方のようであった。体中の力が抜けてくしゃくしゃになったような。まるで死んでいるような。<laughs> まるで死んでいるような。<laughs> と思い当たったときに、 今度こそ大村は「ほ,ほっ!」と思わず声を漏らしてしまったのだ確かにその男は死んでいるのだそういえばあんなに首を折り曲げては息もできないはずだし第一いくらじーっと目を凝らしてみてもそのぺこんとなった胸は一向に波打たないではないかいやそればかりか 胸に置かれたあるいは胸を押さえた右手の指の股からは赤黒い液が流れ出てそれが肘の辺りまで絡みつくようにうねうねと走り下っているそれが変に印象的な艶を持って目の底に染み通った大村は窓の外に立ちすくんでしまった殺人 いかにもその男の様子は普通の死に方ではない捕らえられた大村とその時だった急に間近に車の止まった気配がしたかと思うと少なくとも五六人の入り乱れた足音がしたしかもその中にはガチャガチャという拝見の音と ここだ。気をつけろという低い声がしあっけに取られている彼の前の暗がりの中に現れたのは制服を着けた一団の警官であったその警官たちが案内もこわずに玄関から入ってきたのを見送りながら大村はふと妙な気持ちに襲われてきたというのは少なくとも彼は たった今この男の変死しているのをそれも窓越しに発見したばかりであるそれなのになぜもう警察ではこの家に事件が起こったことを知っているのであろうまたもしこの家の誰かがすでにこの変死を発見して警察へ知らせたものならばこんなに取りすまして静まり返っているのが不思議だしそれにさっき確かにこの家の門を入った美少女が こんな事件が起こっているというのに一度もこの部屋に顔さえ見せないというのがのび込めなかったあの少女からして変だ大村は初はめからもう一遍思い出してみたあの少女は銀座通りをくるぐる回っていたそして見ず知らずの男のポケットに封筒入りの新聞紙を押し込んで後をも見ずにこの家へ来た 封筒をポケットに入れられた男の大村がその少女の後をつけてこの家へ来るとそこに変死体があってあっけに取られているところへ警官隊が駆けつけてくるこうしてのっけから奇妙の連続なのだけれどしかしこれを逆に考えてみると彼はそこに容易ならん意味があるのに気づいた巧妙なからくりが仕組まれてあったのだ つまり何かの理由でこの男が殺されたとする殺人が行われた以上加害者が絶対必要なのでいろいろ考えた結果自分の身代わりを銀座に探しに行ったのではなかろうかそうして物好きそうな男のポケットに封筒入りの新聞紙を押し込んでやればきっと不思議がって後をついてくるに違いない その男がちょうどこの屋敷に入ってうろうろしている頃を見計らって電話で警察に殺人事件が起こったことを知らせればたちまちその男は捕まってしまうその上なぜ他人の屋敷の中をうろうろしていたかという説明が甚ははだ曖昧である「新聞紙を渡されたので追ってきた」などと言っても警察ではそんな説明はなかなか信用しないし 問題の少女などは塔の昔にこの屋敷を通り抜けて姿をくらましているに相違ないのだしまった大村はまんまと殺人犯人の完成に落ち込んでいる自分自身を発見してがく然としたえらいことになったぞその上おそらく殺人の行われたであろう時刻には 40分にもわたってポカンと一人ぼっちで銀座に突っ立っていたのだし運の悪いことには誰一人知った人にも会わなかったのだから全然アリバイがないわけであるとなるといよいよ捕まったらえらいことになるたったさっきまでは殺人事件をめぐって探偵小説の中の探偵のごとく活躍する自分を想像し腕をさすっていた彼だったのだが 今はその自分がとんでもない立場に置かれてしまっているのに気がついたそうだ今のうちに大村は警官たちが全部玄関に吸い込まれたのを見届けるとこの隙に逃げようと決心した決心するとすぐ窓の下を離れた部屋の中からは急にガヤガヤと人声がした 検視でもしている様子なのだが彼にはもう窓をのぞき込む余裕がなかった来る時以上に音をさせないため靴を脱いで両手に下げると猫のように敷石の上を渡っていった門のところまで来てほっとしたがそれも一瞬だった待て 耳元でガーンと怒鳴られたかと思うと「あと思う間に手が逆に取られていた後から考えれば随分うかつな話でわざわざ門の方に出てきたのではまるでそこに待機していた警官に捕まえられに行ったようなものであった大村は靴を脱いだ靴下だけというあまりみっともない姿で捕らえられてしまったのである ななんだなんだだ。物音を聞いて奥の方からもバラバラと人影が出てきたああ、怪しいやつが出てきたので。力いっぱいに大村の腕を取っていた警官が言うとどどれどれ。おや、裸足じゃないか。そういった声が聞き覚えのある声だったので大村がハッと顔を上げてみると。 <お>街灯の光の中に見える背広姿の男はなんと現在彼が勤めている探偵事務所の所長でさっきは散々待ちぼうけを食わした竹川秀峰ではないかいくら銀座で待っていても来ないはずである竹川所長はこんなところで警官隊と一緒に活動中だったのであると同時に 竹川所長も驚いたらしくあな,なんだ大村君じゃないかどうしたんだいこりゃどうしたもこうしたも何が何だか訳がわからんですとにかく銀座で待ちぼうけを食わされたのが事の起こりで大村が顔をしかめるとああそうか。 すまん竹川所長はやっと思い出したようにちょっと頭に手をやった知り合いですか。警官もやっと手を少し緩めてくれた現場にて。やっと警官が手を緩めてくれたので大村はほっとしながら。 偉い目に遭っちゃいましたねまったくこんなところで君に会うとは思わなかった竹川所長は「裸足になって両手に靴をぶら下げている珍妙な大村の姿を笑うわけにもいかず」といった顔つきで見下ろしていた散々銀座で待たされた挙げ句妙なことからここへ来てしまったんですよ。 そしたら途端に捕まってしまって。いや、僕の方に急に差し支えが起こっちまったんだね。早く知らせなきゃならんと思いながらも、何しろ電話で知らせるというわけにもいかんし、まったくどうもすまんすまん。親父が思ったより素直に待ちぼうけを食わせたことを謝ったし、それにこれから、 戦国ちらりと見たあの開始事件の捜索が始まろうとしているのだということの方に大村は余計に気を取られていたので兄いいんですよ分かればいいんですとあんなに憤慨していたのも忘れてあっさり頷くとところであの変死体は誰ですかすぐ聞き返したここの主人の 古田三郎氏だよその所長の返事に続いてそれにしても妙な格好だな大村の様子をとがめるような声がした「おや?」と思ってその声の方を暗がりの中に見透かすとそれは所長の後ろに立ってさっきから彼の様子を見ていたらしい大村と同じ年格好の引き締まった顔立ちを持った青年だった。 大村が思わずムッとしながらその青年の方をにらみ返すと「ああそうそうご紹介しておこう」と竹川所長が間を取りなすように「こちらはうちの大村正雄君こちらは帝都新報の社会部の戸澤さん」2人は仕方がないようにペコリと頭を下げた。 このの戸沢記者がが変にに疑っったたた。ようなな言葉をかかけてきたのが大村は気に入れなかった〈しかし考えてもみれば仮に殺人のあった他人の屋敷の中から裸足になって足音を忍ばせながら出てきたところをものの見事に捕まってしまったのだから一応はいや幸い親父がいたからいいようなもののさもなくはこのまま検索されて仕方のないような立場であることは十分にわかっていた〉 だからこそこっそり抜け出そうとしたのだその気持ちの弱点に遠慮なく切り込んできた戸沢記者の一言が余計身にしみたのである大村はぶら下げていた靴をバタンバタンと敷石の上に落とすと余裕をつけるためにわざとゆっくり履き直したとその時だったさっき大村が伺った応接間と思われる辺りに 突然慌ただしい足音がしたかと思うと「あ」とも「あれ」ともつかぬ女の驚きの声が聞こえたあやなんだろう。3人とも一斉に聞き耳を立てた「行ってみよう」警戒の警官だけを残すとすぐに取って返したしばらく暗がりにいたので。 その部屋のの電灯が光々と目に染みたその明るい電灯の下に椅子の中の男はさっきと同じ姿勢でうずくまっていたがそれよりもまず大村の目を激しく言いたのはデスクの傍らに私服のケージに支えられるような格好をしてかろうじて立っている色青ざめた美少女の姿だったそれは間違いもなく銀座通りをぐるぐる歩き回った末 大村のポケットに奇妙な手紙を押し込んでいったあの美少女なのだしかし今はまるで別人のようにこわばった青ざめた顔を力なく明るい伝統にさらしていたそれでもドヤドヤっと入ってきた3人の方を視線のない目で見回していたがそれが大村のところまで来ると彼女の方でも大村の顔を覚えていたのかぎくりと止まって お薄く口を開いてその白い歯をのぞかせたそれきり言葉は何も言わなかったけれどその長いまつげを持った目には恐怖と困惑の色をありありと漂わせていた6時15分犬種は肩どおりに進んでいった。 写真を撮るためのフラッシュが幾度もまばゆい光を投げた死因はピストル弾の心臓部分貫通で一発で即死したらしく時刻はまだあまり時間も経っていない6時15分過ぎだったそれはちょうど後ろの壁にかけられていた電気時計が6時15分過ぎで撃ち抜かれて止まっていることからすぐ分かったピストルの弾丸は この家の家主人、古田三郎の心臓を突き抜けて電気時計の機関部に止まっていた古田三郎は明らかに6時15分過ぎに殺されたのであるちょうど大村がポカンと銀座に立っていた頃にその電気時計の位置などから考えると古田三郎が椅子のところに立ち上がったところをズドンと一発やられたらしく そうすればこの部屋のほぼ中央にいたと思われる犯人のピストルからは古田の左胸を通して後ろの壁の電気時計がちょうど一直線になっているのだった撃たれた古田がそのまま崩れるように椅子にかけたとすればその不自然な椅子のかけ方もうなずかれるし右のスリッパがデスクの下に飛んでいたことも自然であったいざ事件にぶつかってみると 何しろ最初の事件であったし大村はただ呆然と突っ立っているばかりだったしかしさすがに竹川署長や戸澤記者などは手慣れたもので刑事連の死体検視や現場検索を邪魔にならぬ程度に覗き込んだり手帳にノートしたりしている様子だった大村もしばらく経ってからそれに気づいて慌ててそれを真似てはみたが結局部屋の中をうろうろしただけで 残念ながら何一つ得るところもなかったそれというのも実は注意力の半分以上は先ほどから部屋の片隅に佇んでいる美少女の方に奪われていたからであったし彼女の方でもあんな戦いきさつのあった大村を特に注意しているらしくそんな視線を後ろに感じては若い大村として とても巨神単海に一本のチリをも見逃さぬような探索はできそうもなかった君うっかり横目で彼女の方に気を取られていた大村が突然肩を叩かれてビクンと振り向くとそれはつい今しがた電気時計を夢中になって調べていた戸沢記者だった君知ってるのかい戸沢記者は小さく笑うと ちらりと彼女の方を目でさしたなぜだってさっきお互いに知ってるような素振りをしたじゃないかああ<う>大村も小さい声で「まあね」と不得要領な相手をじらすような返事をしたそれはさっきの戸沢記者の痛い言葉に対するわずかな敵討ちだった そして後あとで話そうと付け加えたあの時はむっとして一途に憤慨したのだがその後の戸沢記者の様子から見ればそれは彼としても別に悪気があって言ったのではないただ彼の率直性がそう言わせたのだと分かってきたからだ戸沢記者はだんだん分かってきたのだが思ったよりも信頼のできる好青年のようであった ところで、私服の一人が彼女の方を振り返って「早川さんと言いましたね」と声をかけた検視の方は一段落ついたらしいはい彼女が顔を上げた大村も戸沢記者もその方に近づいていったこの亡くなった古田さんの秘書ですねはい。 いつ頃から二たつきほどになりますわ。そうですか。それで最後に古田さんを見たのはいつでしたあの、5時半頃でしたかしら。この部屋で手紙を届けてくれと頼まれましたの。古田さんからですね。ええ。その時は。 笑いながら言われたののですのに、どうしてこんなことに彼女は泣き出しそうに青い顔をゆがめたとにかく飛んだことになりましたでその手紙を持って出かけたんですねそれはいつ頃です帰ってからも気づかなかったんですか5時半頃でそれからちょっと支度をして出ましたから家を出たのは 6時ちょっと前かもしれません。戻りましても、いつもならすぐご挨拶をするのですが、手紙を渡された時に、自分もすぐ出かけて、今夜は少し遅くなるから、とおっしゃっていましたので、そのまま自分の部屋で仕事をしておりました。それで、皆さんの足音で気がつくまで少しも知りませんでしたの。後藤さんがいられるとばかり思っていたものですから、 後藤というのは何点申しますかしら番頭角とでも申しますかしら実際の仕事をほとんど古田さんに代わってやっていられますその人がいないねああ私が出るときは確かにいられたのですがそれであなたがここへ帰ってきたのは何時頃ですか あれは7時少し前でしたかしらすると我々とほとんど一緒ですねそうなると後藤というのがいつ出かけたか知らんがしばらくは古田さんが一人でいたということになるねあなたのその手紙を届けたというのはどこですかそれが彼女はちらりと大村を見た大村は 何か体のこわばるような感じを覚えて。彼女の赤い口元に見いった。松屋と松坂屋。こんなことになって考えてみますと。その手紙からして変でございました。彼女は薄く目をつぶって話でし,した。五時半ごろに古田さんから呼ばれまして。 この手紙を届けてくれと頼まれましたのが宛名も何も書いていない真っ白い角封筒でこちらの名も書いてございませんそして私が妙な顔をしておりますと古田さんが笑いながらちょっと大事な秘密の要件なんだからねとおっしゃってこれから出かけて6時ちょっと過ぎに銀座の松坂屋の前に立っている これこれここういう人に渡してきてくれできれば先方の気づかないようにポケットにでも入れてくれればなお結構だということでへえ妙な注文だねそれでそれで参りましたが松坂屋の前にはそんな格好の人がおられません仕方がございませんから銀座通りを一回りしてみましたが それれでも来ておられませんそうして3回もぐるぐる回っておりますうちに松屋の前にちょうどそういった様子の方がそう言ってみれば随分さっきからその方もそこに立っていられるのに気づきましたのでこれはきっと松屋の前と聞き間違えたのだと思いましてその方のポケットに手紙を入れて戻ってまいりました。うんうんうん その手紙を渡ししててきてしまったんだね。その手紙があれば何か手がかりになったのかもしれんがね、その人というのは男だねどんな様子のこの方ですわ。彼女は小さい声ではあったがそう言うと大村の方をまともに見た途端にかねて気してはいたものの この部屋中の視線を一身に浴びて大村は思わず耳たぶが熱くなっていくのを覚えたしばらく辺りがシーンと静かになった君は確かに受け取ったのかね刑事の声が耳元でしたええ知らないうちにポケットに入れられていましたもっとも僕はこの古田さんも早川さんも全然知らない人です おそらく早川さんが言ったように松坂屋の前にいた人に渡されるものだったんでしょうそれで好奇心につられてふらふらとここまで来てしまったんですまあいいその手紙を見せてくれたまえ刑事の声は変に冷たくなっていたこれです大村はポケットから例の封筒を出した ムーは君が切ったのだね。ええ！刑事は封筒を2。3度裏返して、中から新聞紙を引っ張り出した。なんだ。こりゃ新聞じゃないか？は、デート新報だね。みんなもあっけにとられたような顔をした。もう！もったいった本人の？ 早川鈴子までがびっくりしたそして小さい声ではあったが「でもうちではデート新報は取っていませんのに」とつぶやいたちょっと見せてください戸沢記者はその自分の社の新聞を受け取るとすぐ「こりゃあ変だこの新聞は地方版だから市内では売っていないはずだが」 え、どれどれみんなは改めてのぞき込んでなるほど神奈川版だと気がついたそういえば後藤隆介さんが藤沢から今朝帰られたなんて言ってらしたようですわ早川鈴子が思い出したように言うと刑事は大きくうなずいて参考になるねしかしその後藤という男はどこに行ったんだろう あの、大村は思い切ったように彼女に話しかけた。その後藤という人は、痩せぎすの頬骨の出た中年の人じゃないですか。まあ、ご存知ですの鈴子はそのつぶらな目を上げた。いやいや。大村は急いで打ち消して。そうじゃないんですよ。ただ、 さっき銀座でそんな男があなたの後ろをぐるぐるつけていましたからまあ彼女はむきみそうに眉を寄せてそっと辺りを見回した本当ですのその様子があまりおかしいので僕も追っていく気になったんですもっともその男はすき家橋のところでバスに乗り損なってポカンとしてましたがね それならそれでもう帰ってきそうなもんじゃないかそれとも門のところの景観を見てつらかったかな腕を組んでいた竹川所長がつぶやいたアリバイ夜が更けたから心細がっている早川鈴子のためと あるいは帰ってくるかもしれない後藤亮介のために数人の警官が残されて大村たちは一応引き上げることになった昼までさえ物静かな麹町の屋敷町の夜更けに大村と竹川署長と戸沢記者の3人が妙に反響する足音を響かせながら歩いていたどこへ行こうとにかく銀座へ出ようじゃないか 僕はさっき言ったような塩梅ばいで偶然にあの家へ飛び込んじゃったんですが竹川さんはどうしてわかったんです大村が聞いたいやまさか人殺しがあるとは思わなかったよちょうど僕と戸沢君なんかが警察で落ち合ったね僕はもう君との約束があるから出かけなきゃならんと思っているところに即達の投書が来たんだよ それがなかなかか意味重大でねそれによるとあの古田三郎というのは相当にその方では名の知られた洋画のブローカーなんだがその手に例の問題の「夕べの祈りが渡っていて今夜にも取引があるらしい」というわけさ。 初めは所長もどうかと思っていたらしいんだが考えてみると「ゆうべの祈りが盗難にあっている」「今飾ってあるのは偽物だ」なんぞということは誰も知らんはずなのにそれを百も承知のように書いてあるのが重大でねともかく行ってみようということになって駆けつけたのさところがあの騒ぎだ それは何時頃でした当初がついたのがほとんど6時頃それからあ田だ田と相談し合って出かけたのがそろそろ7時ちょっと前といった頃だったかなうんそうだ戸沢記者もうなずいたすると竹川さんも戸澤さんも 問題の6時15分には完全なアリバイがあるわけですねそうだね所長と一緒にいたんだからはッはまあ完全だろうねちょうど麹町通りに出ていた3人はタクシーを拾って銀座に走らせた車の中では3人とも口をきかなかった おのおのに事件の底を見極めようとするように黙り続けていた車を7丁目に止めると表通りの雑踏を避けて裏通りの砂防に腰を落ち着けた静かな落ち着いた店であった注文したコーヒーが運ばれそれに入れられたミルクが島を作って浮き沈みしているのをじっと見つめていた大村がやっと口を切ったとにかく 僕のアリバイは甚ははだ白弱だな第三者から見ると非常にそんな立場にいるわけだ何しろちょうどその時間にぼんやり銀座に立っていたんだしその後で古田の家に忍び込んでいたような格好になっているし大丈夫だよ戸沢記者がぶっきらぼうに君はこの竹川さんに言われたように待っていたんだし6時前から6時半頃まで あの早川鈴子がぐるぐる歩いているのを見ていたんだろうそれはそうだが、すると僕と彼女とは、お互いにアリバイを証明し合っているわけだね。まあ、そうなるね。すると、あの後藤という男にも、6時15分のアリバイがあるわけだぜ。あの男もずっと彼女の後をつけ回していたんだから。うーん。 となると、少なくともこの事件に今まで顔を出した連中には全部アリバイがあるってことになるし。なるほど。しかしちょっと待ってくれ。君は彼女たちを3回見たんだね。するとそれはだいたい何分置きくらいの感覚だったえー、っと、6時前に最初に見て、次に10分過ぎぐらいにまた見て、 第三回目がもう6時半後回っていたからね。その第三回目の時に僕もくっついていったんだ。まあ、20分置きくらいの感覚かな。20分松屋と松坂屋の間を往復するのにそんなにかかるかしらそらどういうわけだい大村は戸沢記者の顔を注視した。 つまり君と二回目に十分過ぎに会ってそれから車を飛ばせば古田氏にピストルを打ち込んでくる暇があったとも考えられるのさ 2> 第二の殺人じゃあ彼女が犯人だというのか大村は思わず乗り出したいやそんなことを言いやしないよ。 ただそんなことも考えられるというのさ。戸沢記者は冷たいまでに冷酷な顔をして、大村の意気込んだ顔を見返したそ。そんなバカなことは考えられない。大村は早川鈴子のあの困惑にゆがめられた美しい顔を思い浮かべながら。絶対に彼女じゃない。彼女なら、 何も僕のポケットに妙な手紙を押し込んでいくはずがない。はハはは。バカに熱心に弁護するね。しかし、そんなことをすれば必ず君の注意を引くに違いないから、かえってそこにアリバイを作る効果を狙ったのかもしれない。バカバカしい。そんな妙なことをするくらいなら、ちょうどその時間に買い物をするとかなんとか、もっと安全なアリバイの作り方がいくらでもあるじゃないか。 全くだ竹川所長も大きくうなずいてコーヒーカップを取り上げたハハハ彼女の疑問は多数決で葬られてしまったね戸沢記者はあっさり言うとじゃ後藤だあの男は地方版の新聞を持ってきた可能性があるし銀座からちょっと引き返す余裕もあったはずだ。 その上こういうことも考えられるねつまり彼女が古田氏から受け取ったのは本当の手紙だったのだがそれを後藤が彼女の後をつけまわしてちょうど自分が持っていた新聞を入れた封筒とすり替えてしまったとねなぜだろうそんな理由はまだ分からんさこれから調べなきゃならんが第一 本人が姿を消してしまったのからしておかしいよそれからその投資をしてきたという男も怪しいな大村が言った無論それが第一に怪しい戸沢記者が急に断定的に言ったのであとの二人はびっくりしてその顔を見た古田氏があの夕べの祈りに関係があるかもしれないというのは 一応最もしごくなことだからね彼はその方の専門のブローカーだし前にもちょっとそんな風な盗難品を扱って問題になったこともある男だからさっきはあんな騒ぎで調べるわけにいかなかったがあの家はもう一度よく調べてみる必要があるねそんなことなら早い方がいいんじゃないかな大村が言うとそうだね。 もう一度見せてくれるかどうか電話してみようか。竹川所長が立ち上がった。多分、今夜はダメだろう。戸沢記者が言うのにちょっと首をかしげたが。まあ、聞いてみよう。が、その竹川所長がすぐ顔色を変えて電話から帰ってきた。ああ、大変だぜ また古田の家で殺人があったえまた戸沢記者も大村もびくんと椅子から立ち上がっただ誰だもしやあの早川鈴子では大村はぎょっとしたまま胸が高鳴るのを覚えた。 意外な被害者な誰がやられたんですか大村はそればかりが気がかりであった誰だかわからん聞いているうちに電話を切ってしまったよよっぽど警戒の連中も慌てているらしいな竹川所長はそう早口で言うと 飲みかけのコーヒーもそのままにもう出口の方に急いでいた戸沢記者も大村正夫もすぐ続いていったつい1時間ほど前に辞したばかりの古館に3人はまた車を急がせた懐中時計の単身はすでに10の字の上を滑っている秋の夜もようやく更けてフロントガラスの間から流れ込む風は ふと肌寒さを覚えるる。くらいである座席から乗り出すようにして道順を指示している竹川署長の洋服の襟が薄暗いルームライトの中にうっすらと浮かんでいたその赤じみたワイシャツのカラーはここ数日来の竹川周芳の奮闘を物語っているようだったストップそののの声とともに自動車車急停車したのは、 ちょうど古田邸の門前だった。物静かな屋敷町のここばかりは「高紅」とつけられた伝統の光が植え込み越しにこの道にまで漏れ落ちているその光の中に何か昆虫の光を思わせるような黒光のした自動車が数台並んで止まっていたちえ、もう少しいればよかった。 竹川署長が小さく舌打ちしながら門をくぐっていったその気持ちは戸澤記者や大村にも全く同感であった今度の事件は大村たちがさっきこの古館を出て行ってから間もなく起こったものらしいだからもう少しここにいれば事件の突発に居合わせることができあるいはこんな事件を未然に防ぐことができたかもしれないのだことに、 この災難をあの好もしい美少女早川鈴子が受けたものならば大村は身をもって防ぐくらいの意気込みを今でも持っているのだがそう思いながら車を乗り捨てると敷板の上をかけるように行き案内もこわずに玄関を開けた途端思わずぎっくりとして足が止まったそうしてからほっとしたそこに 送信したように早川鈴子が立っていたのである思いがけない人影しかも警官ではなく少女がぼんやり立っていたのでかえって驚いたのだけれど次の瞬間にそれが鈴子だと分かってほっとしたのだったと同時に鈴子さんああよかったあなたは無事だったのですね大村の口からは ついそんな親しげな言葉が流れ出てしまっていただが口の悪いことでは誰にも引けを取らぬ戸澤記者も竹川所長も大村の顔を見返ろうともしなかった誰だってホッとしたのに違いはないのだからそれにそこに焦然と立った鈴子の様子があまりにも痛々しかった「打ち続く精神的打撃や恐れのためか」 彼女のの顔は壁紙のように艶を失い、まるで見えない力にやっと支えられているかのようであったまた誰かがやられたそうですね竹川所長はわざとゆっくり聞きかけた突然強い言葉をかければそれだけで彼女は倒れてしまいそうにさえ見えたのだそれだけで彼女は倒れてしまいそうにさえ見えたのだ 誰ですか一体彼女は二三度口を動かしてからつぶやくように後藤さん後藤さんですわえ後藤さんですって !?3 人とも実に意外だったじゃあ後藤は僕たちがここを出てから帰ってきたんですねそしてやられたんだ とするとあとには彼女と共に少なくとも23人は警官が残っていたはずである後藤良介はなぜその中にわざわざ潜り込んできて殺されたのかとにかく不可解至極なことであった死体と鍵 大体古田三郎は画商といっても別に店というものを持っているのではなくて彼はその書斎兼用の応接まで全ての取引をするのが習慣であったバス絵の古道具屋のようにごたごた並べてるのとはこと違い至って小綺麗にしかも50円などという絵は相手にせず数百数千級のものばかりを求めに応じて扱っていたのだから ひとつきに23点も扱えばこれだけの生活が優に立っていくものらしかっただがしかし数千数万という値のつけられる絵は一度収まるところに収まればそうそう動かぬものだとすればあとからあとからと客の求めるままに高価な絵を動かしていた古田はブローカーとして天才的な手腕があったのかまたはそこに 何かからくりがあったのかもしれぬ。そしてそれが今度の事件の原因であるかもしれない大村は現実にぶつかった目まぐるしい事件の中でとにかくぼんやりではあったがそんな風に考えていたもしその考え方がいくらかでも正しい見方でありまた戦国銀座の砂防で戸澤記者が言ったように古田が以前に「 品とわかっているものを扱って問題になったことのある男だとすれば今度の事件もそのようなことが一つの原因となっているのではないかそれならば鈴子の言うように実際の仕事はほとんど後藤亮介がやっていたのだから彼さえ視野の中に登場してくれば少なくともこの古田三郎殺害事件だけは一歩前進するであろうと考えていたのである。 ところがあの数寄屋橋でバスに置いてきぼりを食らわされてポカンとしていた後藤良介が今度は物言わぬ死骸となって登場したというのだ大切な参考人であると同時にあるいは古田三郎の殺害犯人かもしれぬと思われていた後藤自身がまたもややられてしまったというのである大村は早川鈴子から 後藤亮介がやられたのだと聞いた瞬間からこの事件がいよいよ深く混迷の底に引きずり込まれていくのを意識した後藤亮介は古田邸内の資質で息絶えていた鈴子に案内されて竹川所長戸澤記者大村の順で続いていくとさっき古田氏の死骸の発見された書斎兼応接間に続いて古田氏の資質 その次の六畳ぐらいの広さの洋室が後藤良介の支出だった後藤はその部屋の窓際の床にエビのように体を曲げて倒れていた彼の痩せて頬骨の出た顔は見るも無残なくもに歪んで筋張った手の指が床の絨毯をかきむしるように食い入っていたそうしてよく見ると 紫色に変色した唇のあたりに、あぶくのようなものが光っている。毒殺。三人とも一瞬にそう思った。明らかにそれは、毒死の表情だった。自殺かな戸沢記者が呟いたが、すぐ。いやいや、自殺という様子じゃないな。とつぶやき直した。 考えようによってはあるいはこの後藤が何らかの理由で古田氏を殺害しそのために彼もまた自殺して果てたのだと言えないでもないがしかしこの場の有様は覚悟の自殺とはどうしても受け取れなかった後藤の様子があまりに取り乱しているばかりかその顔に苦悶と共に刻み込まれた恐怖の色は覚悟の自殺などというものからは実に程遠いものだったのだ あら、あそこに鍵が強いて五頭の死体から目を離そうとしていたらしい鈴子が死体の手の先の方に落ちていた鍵を見つけたえ三人が一斉にかがんで取ろうとすると傍らにいた警官がちょっとちょちょ,ちょっと死体には触らんようにしてください しかし、戸沢記者は、ちらりとその警官の方を振り返ると。大丈夫。死体には触らんです。そう言いながら、素早く鍵を拾い上げてしまった。何の鍵ですかね鈴子は、戸沢記者の手のひらに乗っている黒っぽい鍵を覗き込んでいたが。倉庫の鍵らしいですわ。倉庫って言うと、 ああ、あれですか。目の前の壁にはめ込みの金庫のような大きなドアがついていた。あはあこれを開けようとしていたんですな。ところが、開ける一歩手前で薬が効いてきて倒れてしまったといった格好ですね。すると、この中にはよっぽど後藤の出したいものが入っているわけだ。 警戒の警官の目を忍んでこっそり忍び込んでまで持っていきたいものが入っているちょっと気になりますね戸沢記者は白い歯を見せて笑うと何しろ後藤自身が天地神明に恥じない自信があるんならいくらこのうちが警官に警戒されていたって堂々と帰ってくればいいんだそれをこっそり帰ってきたのからして何か曰くがあるに違いないね そんなことを言っていたが警官が制するより前に素早く鍵を差し込んで倉庫のドアを開けてしまっていたそれは倉庫というよりも作り付けの金庫といった方がしっくりするくらいに厳重なコンクリート作りの倉庫だった広さは3坪ぐらいであろうが出口はここ1箇所だけで開けると同時に差し込んだ伝統の光の中にさすがは画商の倉庫らしく 額縁とカンバスばかりが行儀よく並べて詰め込まれてあるのが見えた奇跡の名画主人が殺されてしまったという騒ぎの中でこの後藤というやつはこっそり絵などを持ち出そうとしていたのかねドアを開けた戸沢記者がじろりとその倉庫の中を見回しながら いくらか表子抜けした様子だったふーん大村も竹川所長も同じような気持ちだったしかし絵だけは相当あるねドアを開けたついでとばかりに戸沢記者はきちんと棚を作って並べられているカンバスの23を引き出してみたがそのうち何に目がついたのかあこれは と手を止めたあこれを見たまえ彼が少しこわばった顔で突き出したのを見ると大村たちも思わず目を見張ってしまったのだその絵はカンバスだけで額縁のないいわば裸のままではあったが間違いもなく問題の目が夕べの祈りではないか 今全市の警察力が必死になって追跡している Z 国の国宝名画そのために面倒な国と国との感情問題までも起こしはせぬかとまで危惧されていた夕べの祈りを見ても鈴子は別にそう驚いた様子も見せていなかった彼女はこの絵が問題の絵なのだということも知らないらしくただその倉庫の中に見知らぬ絵があった そして一同がなぜか非常に驚いているということに漠然とした不安を感じている程度らしかった彼女は本当に何も知らぬのであろうか大村はもう一度彼女の横顔を流し見たしかしその純真らしい横顔からは何も読み取ることはできなかった鈴子は本当に何も知らぬ様子だった がそれよりもなお一層驚くことが起こったのだというのは戸沢記者がその倉庫の中のカンバスの山の中からもう一枚のゆうべの祈りを続いて見つけ出したのであるこれにはさすがの竹川所長も大村もあぜんとして言葉を失ってしまったぐらいであった こになって探し求めているゆうべの祈りがしかも2枚もいっぺんに現れたのを見て竹川所長はかえって表紙抜けのしたような顔さえ見せていた1枚発見された時には「ああやっとあったか」という喜びを伴った驚きを覚えたのだけれど続いてもう1枚のそっくり同じものが出てきたとなるとむしろ不安になってきたのだった そっくり寸分の違いもない夕べの祈りがここに2枚あるということは少なくともこの中の1枚はイミテーションであるということでありあるいはこの2枚が共に真っ赤な偽物であるかもしれないのだえらいことになってしまったなあ戸沢記者はその両手にぶら下げた双子のような2枚の名画を いかにも困ったように額に縦じわを寄せてかわるがわる見下ろしていたまさかもうないだろうね竹川所長が腐ったように言ったもうないと思うが戸沢記者はその2枚を傍らのデスクの上に置くととにかく探してみようじゃないかああ 3人はほこりだらけになって倉庫の中のカンバスを一枚一枚調べ上げたしかしそれ以上はもう出てこなかった2二人の話題ほこりだらけになった倉庫で洋服を払っているとちょうどそこに見張りの警官が知らせたと見えて 向こうの部屋で一服していた書の連中がどやどやっと入ってきた。どうだい？夕べの祈りがあったよ。しかも2枚ね。竹川所長が不機。嫌そうに言って口をへの字に曲げた。2> 何2枚だって。ああ、これかい？なるほどねー。うーん。 署の連中もデスクの上に並べられている2枚の名画を見て思わずうなったしかしそっくりだねなかなかうまくできてるな2枚あるからどっちかは偽物だということはわかるけど1枚だけ見せられたんじゃ我々素人にはちょっとわからんねお説の通りあるいはこの2枚とも 上野に飾ってあるのと都合3枚ともに全部偽物かもしれんしね。まあとにかくよくできてるさ。どうです ?1 枚いかがですお安くしますぜ。竹川所長はまるで自分自身を嘲笑するような調子で言って部屋の中を見回した。しかし誰も黙っていた。 明日にでもその道の専門家に鑑定してもらおう私服の警官が言ったのを竹川社長はきっと向き直って明日だって冗談じゃないそんなのんきなことを言っている場合じゃないでしょうそのために手配があってから我々は不眠不休でやっているのだしおそらくそれを原因とする血生臭い事件が ついここで2つも起こっているんだ今夜今からすぐ行って鑑定させたらどうです無論僕も行きますよ鑑定の専門家を叩き起こすぐらい何でもないじゃないか竹川所長があまりに気負い込んでいったのといかにももっともなその言葉に若い私服の刑事は顔を赤からめてしまった ーしっけ僕も寝不足のせいか少し興奮しているようだなとにかくすぐ行こうじゃありませんか僕も一緒に連れて行ってください早く結果を知りたいですからねと竹川所長は軽く頭に手をやると2人の刑事に2枚の夕べの祈りを持たせ一同に送られるようにして部屋を出ると。 自分も警察自動車の助手台に乗り込んで闇の中に走り去っていったなんだ僕が見つけ出したのに横取りしていっちまったぞ心臓の強い男だな走り去っていく自動車を見送りながら戸澤記者は苦っぽく笑っていたそして思い出したように腕時計を見ると「ああもうそろそろ締め切りの時間だぞ」 これを落とすとまた部長に睨まれるからなあ。今の絵のことはどうするんです本物が発見されたかどうか言ってみなくてもいいんですか大村が言うと。いやあ、昨夜の祈りの方はもともと記事差し止めですからね。今のやつのどっちかが本物で無事元に戻っても当たり前ですよ。 記事にならんものはついていってもしようがないですそれよりもこの続発した怪殺人事件の方がうんと書けますからねじゃお先に戸沢記者もまた続いて闇の中に帰っていった大村も仕方なしに帰ろうとするとコツコツとハイヒールの音をいくらか重たげに敷石に響かせて早川鈴子が出てきたおよ お帰りですかええ一応帰ってもよろしいとお許しが出ましたのでそうですかそれはよかったもっともあなたとしては最初から迷惑のし続けだったんですからね大村と鈴子とはいつしか闇の中に肩を並べて歩いていた30メートルおきぐらいに鈍い街灯の光があって そこに来るたびに白い整った彼女の横顔がほのぼのと浮き出して見えたしかし話題は残念ながらこの若い二人の間に似合わしからず今度の事件に関連したことばかりだった後藤良介はやっぱり毒殺でしょうね警察の方ではどうしていましたそうでしたわ後藤さんのは間違いもない毒殺でしたわ 調べられたところでは、何でも、後藤さんのデスクの上にあった自薬の中に、強い薬が入れられてあったのだそうです。ですから、古田さんを撃った犯人が、その時後藤さんの部屋にも行って、薬の中に毒を入れて逃げたのだろう。そこへ後藤さんがこっそり帰ってきて、まずいつもの習慣で自薬を飲んでから、あの人は、 痩せている体つきからもお分かりでしょうけどちょっとここが悪いらしいのよ彼女はそう言って自分の2つの膨らみを持った胸を軽くたたいてみせそれでいつも薬の中毒のように飲んでいたり空気のいい湘南の藤沢にちょいちょい行ったりしていたようですがおおそれで銀座では息を切らしてあなたの後をつけていたんですね う嫌、ん、だわ鈴子は気味悪そうに言うとそっと後ろを振り返ってみたりした大村はできることならその小さい不安そうな肩を抱きいたわってやりたい気持ちだった夜大村はその夜自分のアパートに帰って さてベッドに潜り込んでからもその夕方から巻き起こされた目まぐるしいしかも刺激的な事件の一コマ一コマが次から次へと目の前に浮かび出て目はつぶってもなかなか眠ることはできなかった第一、古田三郎をピストルで射殺した犯人と後藤良介の薬瓶に劇薬を投じて彼を毒殺した犯人とは同一である第二。 古田三郎の金庫に問題の名が夕べの祈りが」が真偽はともあれ2枚もあった奇跡は何を物語るか第3強行時間の6時15分におけるアリバイの再検討しかしこの時間がやや不確実なのは銀座にうろうろしていた大村自身と早川鈴子後藤亮介の3人である。 しかし後藤は被害者であるから除くとなれば大村と鈴子が残される大村は自分自身が潔白であるごとく鈴子の潔白も信じていた第四鈴子の言うのを信じれば古田はなぜあんな新聞紙一枚を大切そうに彼女に託したのかその前後の様子が考えようによっては甚だ曖昧である第五 後藤良介はなぜ彼女の後をつけまわしていたのか。第6、そしてなぜゆうべの祈りをこっそりと持ち出そうとしていたか。第7、なぜ古田と後藤とは殺されなければならなかったのか。第8、奇怪な闘傷をしたのは誰だ。またなぜそのような闘傷をしたのか。なぜ。 ななぜなぜその疑問符の連続に大村の頭は熱っぽく回転して考えれば考えるほど眠るどころかかえって目はさえざえとしてくるのだったそれにしても親父が持っていった夕べの祈りは本物だったろうかと思った瞬間まるでそれが合図ででもあったかのように枕元の電話がけたたましくなると急いで取り上げた受話器は とんでもないことを彼の耳に伝えてきた。それは、交換手の声に続いて、戸沢記者の声であった。ああ、大村さんだね。事務所かと思って、いくら電話をかけても出ないから、そっちへかけたわけだよ。ところで、すぐ来てもらいたいな。何ですどこへ行くんです何ですって君。 君のところの親父がやられたんだよ。やられたうん、けがだ。しかし命の方は大丈夫らしいが。とにかく、さっき車が事故を起こしたね。運転手も刑事も重傷だよ。おまけに、夕べの祈りがそっくり2枚とも姿を消してしまったという騒ぎだ。すぐ来てくれたわえ、僕のところへ。 戸沢記者の忙しそうな電話はそこで切れてしまっただが大村はしばらく受話器を置くのも忘れて呆然としてしまっていた親父を乗せていた警察自動車が事故を起こした刑事もろともに重傷をしかもやっと発見してまだ真偽の区別もつかぬ夕べの祈りが2枚ともそっくり姿を消してしまったとは。 ぬくぬくとベッドに潜り込んでいた大村は慌ててベッドを飛び降りたそうして洋服の袖の手を通すのももどかしくまだ暁も程遠い深夜の街に飛び出したそうして拾った車を戸沢記者の待つ帝都新報に急がせながら何か凶悪無残な犯人が身近に迫ってきたような恐れに胸を打たれていたのである ドロンコ名ガ夜のない国」帝都新報の表玄関は深夜の今も開け放たれて暗いアスファルトの上に光光とした伝統の光を投げていた臨天気はもう最後のしない号をすり上げているらしく「ゴーゴー」という音を寝静まった街に響かせていた 社会部の戸沢さんいらっしゃいますか大村が受付に死を通じるとすぐ応接室に通された。と、待っていたとばかりにほとんど案内の給仕と入れ違いに戸沢記者が入ってきた。いやさっきは失敬。いやいや、忙しいところを帰って。なにところで早速だが、 君んとこの親父は割に元気らしいから安心したまえ。ちょっと頭を打ったらしく、ふらふら歩いているところを見つかったそうだ。がそれよりも、問題の夕べの祈りが2枚とも消えてなくなった事件だが。うーん。とにかく後から後から訳のわからんことが持ち上がってくるんで。大村が思わず本音を吐くと。 弱気だな仮にも探偵事務所の署員たる大村君じゃないか。いや、それがね探偵事務所の署員とは名ばかりで、何しろ今度の事件が駆け出しの開業式と来てるんだから、何が何だかさっぱり見当もつかんという有りで。おやおや、君にせめて親父の半分ぐらいの心臓でもあればねいや、これは冗談だが、 とにかく君のようにあっさり兜を脱いでしまってはダメだよ。俺が犯人をふんづかまえてやると言ったようなたとえ虚勢でもいいから胸を張っていないと犯人になめられてしまうぜ。しかしそんな身近に犯人がいるというのかいいないという証拠はないじゃないか。例えばこの僕があるいは犯人かもしれない。 もしそうだとしたら今の君の弱音を聞いてこの胸の中では赤い舌を出しているかもしれない戸沢記者はそう言ってすっかり頭の混乱しきっているらしい大村の顔を何か言葉を待つように黙ってみたまさかねあんたが犯人じゃないというぐらい直感で分かっているさ直感それがいけないんだ 複雑怪奇な殺人事件を直感で解決しようなんていうのは絶対にいけない。僕自身がまさか犯人でないことは無論だからと。どうもすっかり意見されているようだな。けどあんたにはアリバイがあるじゃないか。教皇の行われた6時15分に。はい、あ。戸沢記者がそう鼻を鳴らした時に、この応接室の片隅に備えられた電話が、 急にけたたましい音を立てた受話器を取り上げた戸沢記者は「ああ戸沢だがご苦労さん」え夕ゆうべの祈りがあったってどこに、はあ、はあああそんな返事をしていたがやがてその受話器をガチャリと置いて大村の方へ向き直ると「ゆうべの祈りがあったそうだぜ」 二枚ともうん。しかし、池の旗で車が事故を起こして、池の中に飛び込んでしまったというんだから、あの絵も泥んこになっちまって、ぷかぷか浮かんでいた。どうにも仕様がなくなってしまったらしいね、二枚とも。ああ、もしそのどっちかが本物だとしたら、えらいことになるね。誰からの電話代今のは。 うちの若い記者さ、僕の代わりに行ってもらったんだ大村は黙り込んで戸沢記者の顔を見上げていた戸沢記者も何か考え込んでいるらしくタバコの煙ばかりを忙しく吐き出していた大村はしばらくたってつぶやくように言った僕はねここに来るまでのうちに8つの疑問を考えたんだよ。 その八つの疑問のどれかが解ければ、あとの疑問は芋づる式に解けてくると思うんだけど。とにかく、戸沢記者が口を挟んだ。とにかく、その泥んこになった夕べの祈りを見てみようじゃないか。多分もう警察に戻っているだろうから。いつの間にか臨天気の音は止んで、夜は、ようやく明け染めていた。 当初の要請警察についてみるとその問題の絵はやっと今しがた届けてこられたらしく所長室の片隅に新聞紙を敷いて置かれてあったがそれは全く見る影もなく蹴っ飛ばされて泥沼に叩き込まれたような惨憺たる有様だったぐしょぐしょに濡れて針枠の秒の外れたカンバスは 手のいい雑巾のようであったひどく痛められちまったもんだねこりゃ戸沢記者も眉をひそめて大村を見返ったこの有様を血眼になって探している Z 国美術展の連中に見せたらあるいはそっとするような騒ぎを起こすかもしれないまったくどうもこれじゃこのどっちかが本物だとしても とても会期中に手入れをして分からぬように戻しておくというわけにはいかんだろうな大村もそう言いながらかがみこんでところどころ油絵の具のはげ落ちた2枚のカンバスを広げてみていたがおやと思うことがあった戸沙央くんちょっと見てくれたまえこの2枚はそっくり同じようだと思っていたけど少し違っているぜ。 違っているどこがどこがってなんとなく色の調子がおかしいじゃないかこのひどくやられてる方がそういえばカンバスも新しいような気のせいだろ戸沢記者はことも投げに言った泥水にかっていたんでそんなに見えるんじゃないかいけど。 大村は油絵の具が果たして泥水に浸かったからといってそうそう変わるわけもあるまいと思ったのだけれどその時はそのまま黙って立ち上がったそして思い出したようにそうそう昨日当初があったというけれどそれがここにあるかしらあったらちょっと見たいがあるだろうその所長の机の上に。 ああこれかありふれた封筒で「バツバツ警察署長」との「進展という速達瓶が置かれてあった注意深く取り上げて最初に裏を返してみたしかしそこには発信者の名前も何もなくてただ真っ白だった中身を抜いてみると便箋一枚の走り書きで昨日聞いたような意味のことが書かれてある。 その短い投書を丁寧に読み終わってから大村はちょっと首をかしげたその投書の文字は走り書きとは言いながら変に作ったような事態で見覚えがなかったけれどその書かれている便箋の用紙がどこかで見たことのあるような気がしたのだったもちろん探偵事務所でこんな上等な紙は使わない新聞社等で使うような便箋でもなさそうだ とと考えてくるとこの便箋はどうやら古田三郎のところのものではなかろうかと思い当たったそうだそれに違いないその便箋には目印になるような印刷は一つもなかったしかしそう疑ってみると紙の左の方が少し詰まっているような気がするのはあるいはそこに画唱を 古田三郎といったような文字があったのかもしれないとするといよいよ機械至極なことになる古田三郎は自分でゆうべの祈りを持っていることを警察へ投書したのであろうかそんなバカなことが大村が顔を上げると戸沢記者は彼の真剣な顔つきにニヤニヤと笑いかけたどうしたい バカに怖い顔をしているじゃないか。うーん。何かあったのかいいや。とにかく朝飯でも食おうじゃないか。朝飯前に片付ける事件にしちゃうちと手強いぜ。ははは。うん。まず腹ごしらえをしてから大活動ということにして。 大村は戸沢記者に続いて署を出るとすぐそばの飯屋の熱い味噌汁を吸った体がポカポカと温まってきたそして新しい元気が湧き上がってくるような気がした戸沢記者は飯屋を出るとくわえている用紙を舌の先で動かしながら君はどうする所長は池の端の黒板病院で手当を受けているらしいが 見いにでも行ってみるかいそうだねまあ一度行ってみようじゃあ僕は僕で活動することにする一緒に歩いていてもしようがないからね後で連絡を取って会うことにしよう大村はそこで戸沢記者に別れると教えられた所長のいる黒板病院へも行かずに反対の方に車を走らせた。 親父に会うことはいつでもでもきる。それよりもこの事件を解決することだ署長が負傷してしまった今はなおさらのことと彼には珍しく張り切っていたというのも実はさっきの疑問の当初を彼はこっそりポケットに忍ばせてきたからだったこれを早川鈴子に見せればこの便箋が古田のものか もしそうだとすればこの当初の筆跡も古田のものかあるいは後藤のものかがわかるかもしれない。と見当をつけていたのであるダンコン古田邸に来た大村はやはり来てよかったと思った。 警戒のために派遣されてきている一人の老巡査と離れて早川鈴子は一りぼっちでポツンと椅子に腰をかけていたそして大村の訪問をいかにも嬉しそうに迎えてくれたのである美しい彼女もさすがに寝不足らしい荒れぼったいまぶたをしていた「いや昨日は」大村は挨拶すると 早速ですがねこの便線に見覚えがありませんかどれですのまあこれうちの便線のようですけれど彼女はデスクの引き出しから便線を取り出して比べてみてあらやっぱりそうですわけど端の方が切れてますのねえそうですか どどれどれなるほど紙質も同じものだったその上大村の想像通り左の端の古田三郎陽線という文字のところが当初の方のは切り取られているこの筆跡に見覚えがありませんか大村は意気込んで聞いたそう。 鈴子はその細い眉を寄せていたが、すぐ首尾をかしげて、わかりませんわ。知らない字ですわよ。古田さんや後藤のとも違いますか。違いますわ。それははっきり違うと思わせますわ。ああ。大村も息絞んでいた力がスーッと抜けていくような気がした。 しかしそう簡単には思い切れなかったこの便箋が古田のうちのものであるということだけでも大発見には違いないのだこの投書用紙が古田のところのものでありしかも古田や後藤の筆跡ではないとすると古田を射殺し後藤の自虐に毒を持った犯人がその場の便箋を取って警察へ投書を書いたのだとしか考えられない。 なぜそんな妙なことをしたのかそのことが犯人にとっては何かの利益になることにはそういないのだが残念ながら今この場で指摘することはできなかった大村の思い迷った目に心配そうな顔をしてそばに立っている鈴子の目がふとあった大村は思い出したように薄く笑ってとにかく込み入った事件ですからね 本当にでも不思議なご縁でしたわね私がよりによってあなたのポケットに手紙を入れるなんて全くですよしかもあの手紙は誰かに途中ですり替えられたらしいんですが気がつきませんでしたか私もずいぶんうっかりしていましたけれど他ですり替えられるはずはありませんから もしすり替えられたとすればバスの中でですよね彼女は一息してそういえば後でなんだか少し手紙が集まったくなったような気もいたしましたがでもその時はまさかと気にもしませんでしたのそうでしょうあんな手紙がすり替えられるとは思いませんからねそれはそうと なんかこの家で変わったことがありませんでしたか例えば書斎にかかっていた額がなくなっているとか骨董品がなくなっているとか言ったようなもが何しろ初めての家なのでそんなことの見当がまるでつかないんですがあなたなら毎日見慣れているからちょっとした物品の変動でも気がつかれるでしょうそうですがね 彼女はちょっと考えていた様子だったが別に何もなくなったものはございませんが後藤さんの部屋の手提げ金庫だって鍵はかかっていませんでしたのに中は相当にいじったらしくごちゃごちゃになっていましたけどおおするとこの犯人は金が目当てじゃないことは確実ですねそれから それから、あの金庫も相当にいじって開けようとしたらしいですわ。帳のところがひっかいたようになっておりますから。ああ、すると。ああ、そうだったわ。彼女は急に何か思い出したらしく目を上げると。ちょっとこちらに来てくださいません。そう言いながら先に立って。 昨夜古田三郎の死体のあった書斎兼用の応接間に行くとこんな跡があるんですのよ今までなかったのにそれは電気時計のかけられている壁のそれから 1m ぐらいも離れた生物の額のかかった下の小さい跡だったこれピストルの弾の跡じゃありません 古田三郎を撃ち抜いたピストルの弾丸なら電気時計をも一直線に撃ち抜いたはずだがと大村は思ったのだがそれでも彼女の細い白い指の先の穴を注意してみると「なるほど鈴子の言う通りピストル玉の跡のようにも思われた」トリック ほうほう、こりゃあ変ですね。ナイフかなんかありませんか大村は彼女からペン皿の中にあったナイフを借りると丹念にその穴を探ってみた。何か先に当たるような気もする。注意深く掘り出してみると、それはぐしゃぐしゃになった鉛。間違いもなくピストルの玉なのであった。 大村と鈴子とは無言で顔を見合わせた窓の向こうには暖かそうに日向ぼっこをしている老巡査の姿が見えるこれはいよいよ大村はそんな無意味なことをつぶやくと急いで電気時計の前に立った電気時計も確かにピストルで撃ち抜かれている。 これは一体どうしたわけなのかぼうぜんとその前に立っている大村の後ろに来た彼女の姿が電気時計の破れたガラスに映ったと同時におやその破れたガラスにはすすのようなものが見えるこんなところにすすのようなものがついていますねあらそんなところに つい昨日の朝吹いたばかりですのに。大村はハッと向き直った。大発見ですよ、こりゃ。あら、どうしたんですのどうしたもこうしたも。あなたのおかげで犯人の奴の素晴らしいトリックを見破ったんですよ。もう。つまり犯人は2発のピストルを撃っているんです。 僕たちは今まで一発の弾が古田氏の胸を貫いてこの電気時計をも壊したと思っていたんですがこれはまんまと犯人のトリックに引っかかるところでした犯人はまず古田氏を撃ち殺してしまったから自分の反石をくらますために自分のアリバイを作るために電気時計の針を6時15分にして改めてこの電気時計を撃ち抜いたんです大村は 興奮して一気に喋り続けたそれはこの2つの弾痕と時計のガラスのすすとが何よりも確かに物語っていますよもしもし古田氏の体を貫いた弾丸なら時計のガラスにこんなすすをつけるはずはありませんこのすすは電気時計が極めて近距離から直接に打ち抜かれた証拠です逆に なぜわざわざこんな時計を打ち抜かねばならなかったのかと考えればそれは6時15分という時間のアリバイを作るためなのだとしか考えられませんねまあほんとに鈴子は簡単の色を漂わせた目で大村を見上げた美しい鈴子を簡単せしめた大村はなおも公然として どうやら戸沢くんもこの電気時計のことは気にしていたようですね。最初に僕たちが来た時にしきりに時計の方を気にしていたようでしたから。そうでしたわね。とても注意深く見ていられましたわ。けどそんな、今あなたがおっしゃったようなことは。そこまでは気がつかなかったのかもしれませんよ。いずれにしてもですね。 今までの考えとは全然逆に、6時15分という時間がトリックだったとすれば、その時間に完全なアリバイを持っている者こそ、かえって怪しいのだ、ということができますよ。本当にそうですわね。そうすると。そうすると、言いかけた大村は、思わず口の中で、あっと叫んだ。 その問題の6時15分に完全な警察にいたというアリバイを持った者は他ならぬ親父の竹川修法と帝都新報の戸沢記者の二人ではなかったか待て待て第三者から見ればこの大村自身も早川鈴子も後藤良介もちょうどその頃には銀座にいたのである大村も鈴子も ふとまり込んでしまった。「淡い午前の日が物音一つしない辺りを照らしていた」と門前に車の止まった気配がし続いて急ぎ足の足音が敷石の上を伝ってきた大村が何気ない目を窓にやるとちょうどそこにはさっき朝飯を食って別れたばかりの戸澤記者の姿が近づいてくるところだった。 戸沢記者の方でも窓越しに大村の姿を見つけ「おや君もここにいたのかい!」と思いがけなかったようにちょっと立ち止まって見上げた,照れた二人。その思いがけなかったような戸沢記者の顔からは。 大村は今頃黒板病院に行っているはずなのにという不審の色がありありと見て取れたそれで大村は先手を打つようにいやさっきは失敬あれからすぐ親父のところに見舞いに行ってやろうと思ったんだけれどちょっと気になることがあったもんだからねこっちに来てしまったわけさなるほど その窓の下に立ち止まっていた戸沢記者は大村と肩を並べている早川鈴子の顔とを変わる変わる見比べてからもう一度「なるほど」と言って似たりとしたじじゃ、ゃゃ冗談じゃない。い誤解しちゃいかんよ。大村が慌てて手を振ると鈴子もちょっと耳たぶを染めてくるりと横を向いてしまった。 しかし、その鈴子の横顔には、別に不いらしい色は浮かんでいなかった。むしろ、大村のうぬぼれかもしれないが、かすかに笑っているような感じすらする。大村はそれを知ると、相変わらず似たり似たりとしている戸沢記者の目を照れたような手で遮って。ま、そんなところに立っていないで。上がってきたまえよ。そうかいじゃあ、せっかく来たんだから。 お邪魔するかな戸沢記者はからかうようにお邪魔に力を入れて言い残すと、静かに玄関の方へ回っていった。ところで、大村君がここにいたのはかえって好都合だったよ。部屋に入ってきた戸沢記者はもう真顔になっていた。お素晴らしいニュースがあるんだぜ。僕にもある。 そのためにわざわざここに来ていたんだ大村はそこでもまたちょっと弁解じみたことを言ったそしてすぐ追っかぶせるように例の当初のことだがねあの当初の用紙というのがこともあろうにここの古田の便箋だったことが分かったんだほおー、そいつは大発見だで誰の筆跡だね まさか鈴子さんが書いたんじゃあるまいね。まさか。あれは男の手だよ。しかも非常に作った字だけれど、誰のものかってことはまだわからない。うーん。もう少しだな。が、もう一つある。もう一つの方が余計に大発見なんだ。これは鈴子さんのおかげだと言ってもいいんだが、 大村はちょっと口を切って、というのは犯行時間の6時15分というのは真っ赤な嘘だこれこそ犯人のこしらえたトリックだったことが分かったんだそう言いながらじっと戸澤記者の顔色を見つめたしかし戸澤記者は眉一つ動かさなかったもし彼が犯人でありこのトリックをこしらえたものならば いくら平然としていてもその目には同様の色が流れてもいいはずなのだだが戸沢記者はピクリともしなかったそして低く「なるほどやっぱりそうだったんだね」とうなずいたきりだった「やっぱり」というと君はそれを知っていたのかい 逆に大村と鈴子の方が驚いたくらいだったいや知っていたわけじゃないよしかしどうもそんなことじゃないかっていう気がしていたんだそれでゆうべも相当よく調べたつもりなんだが伝統の光だけじゃはっきり分からなかったそれで今また出直してきたわけなんだがねおお。 戸沢記者が突然ここにやってきたわけもそれで分かった大村は壁の弾痕を示してトリックを見えぶった経緯を話してやったしかし君は今までどこにいたんだい木か木の方にも大発見があるんだぜ君たちを驚かすような戸沢記者は椅子に腰を下ろして口を切った 現れた本物僕は大村君と別れたから上野に行ったんだそして Z 美術展を見たというのはゆうべの祈りがまたなくなっているといかんしあの2枚のやつがめちゃめちゃになってしまったんで余計心配になったりしてねするとちょうどいい具合に 最初に偽物とすり替えられているってことを知って騒ぎ出した僕の友人がいたので、この男に案内してもらってガラス戸の中の問題の名画を見ると、どうかしたのかいどうしたもこうしたも、いつの間にか夕べの祈りのやつが、一点の間違いもない本物になっているという騒ぎなんだ。まるで狐にでも化かされたようなありさまさ。 元々本物だったんじゃないのかなそれを偽物だなんて騒いでしまったんで具合が悪くなって、今度は本物になっているなんて言い直しているんじゃないかねいや、絶対にそんなことはない。その点は鑑定した僕の友人を信用してくれたまえ。また、それだけの証拠があるんだ。証拠そうだ。 ゆうべの祈りは確かに一度持ち出されていたんだそれはこの家の倉庫にほとんど実物と見分けのつかぬくらいの優秀なイミテーションがあったということからもわかるどうしてどうしてってつまりだね古田三郎はゆうべの祈りをぜひ手に入れてもらいたいという注文を受けていたに違いない これはちょっと聞くといかにもバカバカしいようだけれどこういう美術品の収集家というのはほとんど我々の想像もつかない熱狂的な収集欲のために欲しいとなるとどんな無理なことでも言い出すらしいねまたそれだけに金に糸目はつけず十分この危険を補うだけの金は出すというのだろうまたそれが前からのいいお得意だったとすれば 古田にしても無限には断れない。しかし、いかに古田でもそんな。まあ、待ちたまえ。そこにだね、お客からこんな話のあったところに、夕べの祈りを必ず持ち出してみせる。用が済んだら返してくれるならやってもいい。という男が現れたとしたらどうする古田ならずとも、 ぜひ持ち出してくれお礼は十分にするからと頼むだろうと思うねうーんじゃあその男というのはまあ順に話すよそしてその男が何かの手段で展覧会の本物を持ち出してきてそれを手本にしてそっくり同じようなイミテーションを作ったそれが昨日この倉庫にあった絵なんだ このイミテーションをお得意には本物だと言って法外な金をせしめ、その実本物の方は返して知らん顔をしていようと思ったのかもしれないがね。ほー。すると本物が持ち出されている間あの展覧会にかかっていたやつはあれこそ真っ赤な偽物さ。あれは一目で偽物だってことが分かったくらいだから。 この倉庫にあったやつとは比べ物にならんひどいものだった。つまりこれは本物を見ずに、かねて市場に出ている写真帳か何かの絵によって描いたものだから、色の調子なんかもまるで問題にならんものだったそうだ。おー。しかし、せっかく盗み出しながらなぜ返したんだろうね。そうさ。そこだよ、疑問の点は。 とにかく昨日平常するまでは例の通り真っ赤な偽物が厚いガラス戸の中にぶら下がっていたのにそれが今朝になって僕が見せてくれというので言ってみるといつの間にか本物になっていたというんだからねじゃあ少なくとも古田や後藤の仕業ではないねその時間には二人ともやられてしまっていたんだからそうだ犯人はもちろん他にある その絵を盗み出しまたこっそり戻しておいた男だしかももう一つえらいことを発見したんだぜ戸沢記者は一息して大村と鈴子の顔を見回した黒い東京地図大村は黙ってその話をせかすように。 スズ子の入れてくれた熱い番茶を手のひらの上で回していたそれはね「おや本物が帰っているぞ」というわけで念のためにおろしてみたんだ友人のやつは本物が帰ってきたというんで理由なんかどうでもいいもう大喜びなんだけれどでもまあ念のためにその絵を比べてみるとだねカンバスと額縁との間に ちょっと気づかないところに、こんな紙切れが隠し込まれていた。戸沢記者は、細く畳まれた白い紙切れを、ポケットを探って出してみせた。なんだいそりゃ。暫時拝借したという詫び状かいとんでもないそんな垂凶なもんじゃないよ。二つの殺人を起こすほどの事件だ。恐ろしい紙切れだよ。 見たまえ。東京地図だ。しかも軍事上の重要建設物が黒でマークされた地図だよ。これは明らかにスパイ地図さ。敵機の爆撃目標を精密にマークされた黒い東京地図なんだ。まう、スパイ地図そばで黙っていた鈴子が驚きの声を漏らした。 そしてでは今度のことにもスパイが働いているのねそうですよそしてあの名画にこの黒い東京地図を忍ばせておけば悠々と税関なども突破して次の美術展の開催国である R 国に行くことができるそこではまたかねて打ち合わせてあるだろうからこの地図がこっそり抜かれる という仕組みなんだつまりこの国宝名画が同時にスパイ地図の運搬機をも兼ねていた素晴らしい名案じゃないか大村と鈴子とはただ目を見張っていたそしてしばらくしてから大村がそうか古田に必ず夕べの祈りを盗み出してみせると言ったのがそのスパイなんだね それはこんな紙切れを入れるくらいだからあの絵に自由に触れることのできる自信があったわけなんだろうしそのついでに金儲けもしてやろうと思って古田に言われたように持ち出してきたというわけなんだねいかにもしかしそれならなぜ古田と後藤をやらなければならなかったんだろうつまりそれは 持ち出す約束の日数よりも伸びてしまったし代わりにかけておいたのが偽物だということがすぐ分かってうるさくなったものだから早く返せと催促したところが古田の方ではこれだけの絵を精密に模写するんだから1日や2日でできるはずがないそこで言葉を濁してなかなか返さないので気が気で亡くなったその男はついに暴力に訴えたと見るのが妥当だろうね なるほど。その男が来ることは分かっていたそれで古田は鈴子さんに手紙を持たせて使いに行ってもらったこれはまさか自分がやられるとは思わなくても相当激しい談判になることは覚悟していたのでそれをこの鈴子さんに聞かれたくないためだったと思うねだからあの手紙は 最初から手元にあり合わせた後藤の読み古した新聞紙だったし宛名も書かずに「銀座に行ってこんな格好の人に渡してくれ」などと手任せを言ったに違いない結局は鈴子さんにいてもらいたくない聞かれたくないという話だったからだそういったいい加減なことを言っておけば鈴子さんは本気にして探すだろうから手間取るに違いないと先を見越していたんだろう いかにもそう言われればその通りだ。しかし、後藤がなぜ鈴子さんの後をつけていたんだこれはどういうふうに説明するその前に後藤の仕事を言おうか。後藤は僕の調べたところでは、あれでも古い美術学校の卒業生なんだぜ。そして今の仕事は、古田に雇われてイミテーションを作るのが仕事だった。 つまり彼は実に巧みな義賀氏名人芸と言ってもいい技術を持った偽物作りだったんだそれが夕べの祈りを必死に模写しただけにこの絵がどこに売られるのか気になっていたんだろうしかしいくら聞いても古田は言わない古田は後藤を安い月給で雇っておいてその描かせた絵を法外な値で売るつもりだからお得意は知らせなかったんだ そこに鈴子さんが古田の使いで出かけるというのであるいはついていけば先方の買い手がわかると思っていたのかもしれないだから夢中になって追いかけていたのさ戸沢記者はまるで全てを見てきたように明快に説明したどうも君のはっきりした説明を聞いているとまるで犯人が分かっているようだね大村は感心したように言った すると、戸沢記者はニコリとして。わかっている。もう犯人はわかっているよ。え大村と鈴子が、思わず目を見張った。真犯人。な、誰だい犯人は。 大村君だって大体の見当はつくだろう ?6 時15分という時間が嘘だとなると、その時間にはっきりしたアリバイのあるものこそ怪しいわけだが。すると、まさか戸沢さんじゃないし、親父というのも変だし。変じゃないよ。え少しも変じゃないさ。 探偵事務所長竹川修法こそ第一に怪しいんだししかし君には悪いがねけど君だって最近に竹川修法の事務所に入ったばかりだからよく様子も知らんだろうが彼は自分の地位を悪用していたんだというよりも探偵事務所長だという絶好の隠れ身のを着ていたんだよ 職業柄警察方面の消息にも通じているし、その動きによって巧みに立ち回っていた。つまり、始終警察の裏を書いていた。ま、今日まではね。大村は、現在の自分の勤めているところの所長が犯人なのだ、と言われて、ちょっと二の句が告げなかった。戸沢記者は、 薄く目をつぶるようにして竹川所長が古田を訪ねてきたのが鈴子さんの出かけたのと入れ違いくらいそれから談判がついに決裂して古田にしてみれば夕べの祈りが盗まれたということが世の中に知られた方が「これが本物ですよ」と言ってお得意に高く売りつけるのに好都合だったし。 竹川にしてみればだだんだん騒ぎが大きくなってしまうとスパイ地図を忍ばせるのに都合が悪くなるこの悪人同士の利害が衝突してついに血生臭い事件になったんだ竹川にしても思いがけないことをしてしまったんで慌てて電気時計のトリックをし今度は後藤の自薬に毒を入れたこれは後藤だけは 竹川が夕べの祈りを持ってきたのを知っているので古田がやられたとなるとすぐ竹川が怪しいと気づかれるからだそして倉庫を開けようとしたが開かないと言ってグズグズしているわけにもいかないからもう一度今度は大っぴらに来られるように妙な凍書を技術で書いて警察のすぐ近くから出した同じ局の管内だったら1時間もすれば配達されることを 竹川はよく知っていたのだろうからねそうして大村君と6時に銀座で会う約束をしていたのも破っておやもう6時15分過ぎかとかなんとか言いながらアリバイを作るために警察でウロウロしていたそして速達が来ると自分が真っ先になって騒ぎ出したりしてねとにかく大した盟友ぶりさおぉ するとうちの親父が実は凶悪な殺人犯人であり憎むべきスパイだと言うんだね大村はこの戸沢記者の「玄人の探偵」にも勝るような鮮やかな解決に胸の中ではさっきから舌を巻いていた新聞記者として場数を踏んでいる彼の経験と茶値な探偵事務所など及びもつかぬ調査機関を持った新聞社の強みは とても駆け出しの大村などとは段違いであった今考えてみるとその段違いの活躍をする戸沢記者の姿が口にこそ出してはいなかったけれど時にはふと怪しくさえ思われることもあったくらいだったすると竹川所長が負傷したというのはあれは無論カムフラージュだよ彼が車の助手台に座っていてちょっといたずらをやれば あんな事故はすぐ起こるからね。そしてその騒ぎの隙に本物の絵をさらっていって美術展のと掛け替えてきたというわけさ。ここで一つ大村君のために大いに敬意を払うと同時に僕の不明をお詫びしなければならんことがあるんだが。へえ、なんだろう。なんだろうって。そら、あの警察に届けられていた ぐしゃぐしゃになった2枚の夕べの祈りのうち1枚が君はどうもおかしいと言っていたろううんうんあれはいかにも君の言った通りおかしかったんだ。というのはあれが本物の持ち出されている間代わりにかけられていた偽物なんだよ。本格的なイミテーションになるとカンバスなんぞは本当に古いものを使って書くらしいからね。 そうすると、ゆうべここの倉庫から出された二枚のうち一枚は本物だったんだね。その本物の方を、親父が事故を起こしたどさくさに紛れて元へ返して、今までかけておいたやつを持ってきた。そして確かに二枚あるってことだけがわかるように、わざとぐしゃぐしゃにしてしまったというわけか。いかにもその通り、 彼はその表向きの職業を利用して美術展の抜け道をよく知っているし、万一見つかっても咎められないような立場にあるんだからね。非常に楽な仕事だったろうさ。余計な欲を出して古田に利用されなかったならば、ね。探偵事務所長、すなわちスパイか。大村は、 知らぬこととは言いながらしばらくでもそんな男のもとに働いたのかと思うと自分自身が情けなくなってしまったまあいい経験さところでこれからすぐ病院にいる竹川のところに行ってみないかどうせ彼は怪我だって大してしていないに違いないしグズグズしていて感づかれるとまずい行こう大村はすぐ立ち上がった 戸沢記者は電話をどこかへかけるとすぐ鈴子も連れて黒板病院へ車を急がせた大村たちが病室に入ると竹川所長はベッドの中に深々かかと潜っていたいや大変でしたねところでこの手帳はあなたのじゃないですかちょっと思いがけないところで拾ったんですが 戸沢記者は大村たちにも見せなかった小さい黒い手帳を取り出したそれを見た大村はあっと思ったそれは確かに見覚えのあるおやじの手帳であるどこで戸沢記者の手にと思うより先にああそれで戸沢記者があんなに明快に事件を解決したわけだ。 と飲み込めた。が、それよりも。うぇぎょっとしたらしい竹川所長はいきなりむっくりと起き直ると、急いで戸沢記者の手からその手帳をひったくった。はっはっはっはそう慌てなくてもいいですよ。もうすっかり拝見してしまいましたからね。その手帳は、 けさ方上野の美術展のゆうべの祈りの前に落ちていたんですち畜生竹川所長はけが人とは思えぬ元気でバッとベッドから飛び降りたあっと思うとその竹川はもうベッドの中でいつでも逃げられるようにネクタイをちゃんとつけた背広姿になって毛布をかぶっていたのだった もう一足大村たちの来るのが遅かったら竹川は隙を見てパッと病室から飛び出そうとしたがドアを開けた彼はそのままそこにがっくりと肩を落としてしまったのであるそのドアの外にはさっきの戸沢記者の電話を受けて制服の警官がずらりと待ち構えているのが。 大村や鈴子のところからもよく見えたのであった。